食通をもうならせる食材の宝庫として知られ、価値ある名所が数多くある町下関。歳月を重ねた夫婦だからこそ味わえる真の贅沢な旅。時を楽しむ大人旅、下関。今宵お届けする下関大人旅、今回の旅は日帰りでも楽しめるスポットを巡ります。 JR 下関駅からほど近い海峡夢タワー。日本有数の高さを誇る143メートルの展望室からは関門海峡、巌流島から対岸の九州まで360度の絶景がパノラマで広がります。12のアトラクションや大観覧車を完備したアミューズメント施設ハイカラット横丁。下関市立下関水族館海峡館。イルカとアシカの共演ショーやスナメリのバブルリングなどのパフォーマンスが楽しめます。世界最大級のペンギンプールでは、ペンギンたちの水中を飛ぶように泳ぐ躍動感ある姿を観察できます。カモンワーフ。関門自慢の海の幸を中心としたレストランや土産物店が立ち並ぶ人気のスポットです。関門の台所として名高い唐戸市場。週末と祝日には生き生き馬関街が開催され、フグの握りやその日に揚がった魚の丼が味わえます。旅の締めくくりは関門屈指のビューポイント日の山公園。奇跡ともいえる景色をお楽しみください。唐戸地区の観光では、1日フリーパスの路線バスや観光タクシーが便利です。この番組は下関観光キャンペーン実行委員会の提供でお送りしました。